はい、皆さんどうも、こんにちは。津軽夏美子と申します。よろしくお願いします。で今回は、ブーケさんの別荘を作っていきます。アイドル事務所に憧れてっていうことなので、まあ、外はシンプルめに、中は営業するような客室がある方と事務所、普通のデスクとかがあるようなところを作っていこうかなと思ってます。で、見た目もまあちょっと可愛い感じにしようかなと思いつつ、でも一応事務所なんでね、他の人に特別見せるとかっていうよりは仕事する場所なので、まあなんか綺麗めな見た目でありつつ、そこまでこう、突飛な感じにはしない方向でやろうかなと思ってます。まあ、ちょっと姫っぽすぎるかな。まあ、でもあんまり見た目の選択肢自体はないので、まあ、こんな感じで設置していきます。あと、この時、この、床を、こう、互い違いにして、石畳みたいにすることに、めちゃくちゃハマってるっぽいですね。いろんな別荘を見ても何回もこれ使ってますね。お気に入りです。まあなんか、本当はマイデザインとか作れればいいんですけど、あんまり画力はないんでね。周り物を使っていく感じにしようかなと思ってます。そしたら、まあなんか、一応ちょっとありますよぐらいの植物を置いて、まあなんか今思えばちゃんと辻とかにしてあげればよかったなと思うんですけど、そういうこと何もやってないですね。で、あと針葉樹、ちっちゃいのにしてちょっと何本か置きます。こうね、やっぱり隣接させられないのがね、ちょっとネックですね。うん、こっち側さも拝さんないしね。で、一応アイドル事務所ってことで、有名な人とかが、まあ、出入りするので、あんまり外から見えないように、塀を立てていきます。手前と、奥。このレンガの色変えられたらいいのになと思いながら作ってましたね。なんでこれはリメイクできないんだろう。で、手前の下の方とかにも並べていきます。で、ここに、ちょっとした、アイアンガーデンの椅子とテーブルを置きます。なんかイメージとしては、なんか本当にちょっとした、アイドルのインタビューとか、まあもしかしたらマネージャーとの話し合いかもしれないですけど、まあそういうちょっとした映像、写真とか撮るにもなんか、まあ、困らないし、みたいな場所を作ってます。まあ、完全に私の中のイメージなのでね、本当にアイドル事務所ってこういうものがあるかとかはわかりません。ただなんかあるイメージ。で、一階部分は、まあ、なんか、お客様がいらっしゃった時に、
お話ししたりする会議室とかを置くつもりです。まあ、まずいろいろ壁とかも使うと思うので、部屋の広さは一番広くします。壁はちょっと落ち着いた感じの黄色いやつで、床は白いのにします。こんな感じ。で、仕切り壁をいっぱい使います。一回手前に、入ってきた入り口と中が見えないような仕切りとして壁を設置していきます。こうあんまり外から見た時に見通しが悪くなるのがあまり過ぎじゃないんですけど、まあ、今回はどっちかというとリアリティを重視しようと思って壁は多めに使っていきます。で、壁の端っこには柱、で、向こう側にも柱で今入り口感を出します。で、ここには入ってきた人が呼び出しする電話とかを置く棚をいじれず、と電話がなんかそれらしい固定電話みたいなのないんだよね。あるのかな？私が全然持ってないだけかもしれないんですけど、現状ファックスとコードレスの電話しかなくて、ちょっとファックスは置いてみたんですけど、ちょっとイメージと違いすぎたのでコードレス電話の方にします。あと、入ってきた人たちに分かりやすいように、この事務所で推してるアイドル、まあ、つまりはここの商品ですよね、を並べていきます。ブーケと、タンタンと、シルエット、ミスズ、アデレート。この事務所、すごいいい人材囲ってるな。で、一応この事務所の一押しというか一番売れてる子はちょっと特別扱いで一番右に置きます。よかったね、ブーケー。で、まあオフィスにありがちな感じの植物、シフレラってなんだろうな、あんまりちゃんと調べてないけど使い勝手がいいのでよく使います。やっぱりちょっと横から見た時に壁とカウンターの間が空いてるのがすごい気になるので普通のカウンターにしました。はい、次は奥作っていきます。2部屋会議室みたいな感じで作っていこうと思います。まあ、同じように壁と柱で部屋を分けて、で、隣の部屋も同じような感じで置いていきます。で、会議室のテーブルは大きいダイニングテーブルなんですけど、
まあ、なんかそれっぽいかなと思ったので使います。で、あと会議室の椅子は、まあ、外から来る人もいっぱいいるので、なんかいかにも会議室っていう感じよりは普通の椅子を使ってみます。まあちょっと椅子4つ置くと狭いかなっていう感じではあるんですが、ちょっと神座の方行きづらいですね。これ、まあいいか。そして各部屋をつなげる内部の電話を置くテーブル。なんか種類が違う家具の茶色が同じ茶色にならなかったりするので、どっちかっていうと白に寄せました。まあ、この白も厳密に言うとシンプルなチアとは違うんですけど。で、あとはこのホワイトボード、まあ書いてるものとかがちょっとアイドルっぽいのがなかったので、無地でいきます。でもって入り口の手前の部分と奥が別の感じなんですよっていう感じを出したいので、ちょっと手前にカーペット、あとはちょっとおしゃれな感じに見える電気。だからこういう場所を置くバランス難しいよね。あ、こんな感じ。で、この段ボールはどこかに送らなきゃいけなくて、回収しやすいようにちょっと玄関先に置いてます。これ、仕事場はあるあるだと思うけど、アイドル事務所としてはやらないかな。で、このスタンドフラワーは、あ、なんか、お客様がいらっしゃった時にこういうとこごともご縁ありますよっていうのをアピールするために、1階の廊下に置きます。で、左の部屋なんですけど、まあ、会議室にしようかなって思ったんですが、まあ、簡易的に写真撮れるようなスタジオっぽいところにします。まあ、実際ね、お客様とアイドルが会う場所になるかもしれないし、まあ、カメラテストとかね、本当にちっちゃいなんてもない仕事に使う写真っていうよりは、本当に簡易的に撮れるスタジオっていう感じですね。はい、ちょっとブーケさんを置いて、あとは簡易的に撮ったその写真とかを見るためのパソコンと、あとはカメラ本体ですね。それを置くためのスツールになるのかな、これだと。テーブルじゃなかったと思いますね。を置いて、まあ、本当に簡単な感じですよっていう感じで作っていきます。で、一応、まあ、あの会議室に時計を置いて、ここがな、まあ、1階はこれで
一旦完成っていう感じで2回をやっていこうかなと思います。はい、2回も一番部屋は広くして、事務所、いわゆる事務作業とかをする普通のデスクとかね、その辺を作っていきます。まあ床と壁は下と一緒でいいかなとも思ったんですけど、壁はこの黄色いのじゃなくて白いのに戻します。で、オフィスのデスクをと右半分の方に置いていきますね。あ、左です。ちょっと触ってるやつはちょっとアイドルとかがサインとか作るところにしよっかなって思ったんですけど、その案は没にして全部消えます。で、デスクは一番奥を横に、他は縦にして5つ置いていきます。まあ一番偉い人と営業マネージャーかける2みたいな、そんな感じですかね。で、デスクの椅子、暗いのにして各机の前に置いていきます。で、デスク周りにはグリーンがあった方がいいので1個置いときます。で、こういうところはだいたい段ボールだらけになるんですよ。置く場所がなくなって段ボールだらけになるので、こっちの端っこのところを段ボールだらけにしようと思います。この1個サグランボの段ボールにしたんですけど、サグランボが入ってるイメージっていうよりは、この事務所のアイドルのグッズが入ってるイメージの箱ですね。で、あとは事務所っぽくコピー機を置いて、資料はこの中束納品書ですね。で、段ボールのところをもうちょっとごちゃごちゃさせたいので、ちょうどいいなと思って2台をこの入り口の近くに2台置いておきます。片方は普通のこの送られてきた段ボールみたいな感じで、もう一個はね、このシックな黒いいい感じの段ボールにしました。で、ちょっとバランス見ながらの配置になるのでいろいろ前後してるんですが、デスクの上にノートパソコンを置きます。まあ、ただ他にもちょっと載せたいものがあるので全部のデスクには載せないで画面も消してみたりします。あとは雑誌ですね。この雑誌に関しては、こう、うちのアイドルが載ってるっていうよりは、他の今のトレンドの感じとかを見るための、まあ、資料ですね。資料としての雑誌をデスクに置きます。で、こっちの雑誌の束は、自分たちのアイドルがちょっとでも載ってるやつ。で、リサイクルペーパー、これ新聞じゃなくて雑誌にもできるので、雑誌にして、そしたら段ボールの上に置いときます。まあなんか吸ったのミスってたりしたんだろうね。
てデスク周りに時々使う、まあ、ガムテープとかが入ってるね、箱を置いときます。で、コピー機の横をちっちゃいやつに変えて、上に電話を置きました。で、ここで、ちょっと真ん中をこう分断して、左側を、ね、簡易的な事務所持ちの衣装部屋にしようと思います。ルベゴ・オーグノシルイの符号をかけたいので、ちょっと統一感はなくなっちゃうんですけども、色は積極的に変えていってます。こんな感じで、まだまだいきます。一応必要だと思ったので大きい姿見を1枚置きます。で、ここで唐突なんですが、アイドルの仕事を今ちょっとしてますよっていうイメージでブーケさんを中に置きたいので、衣装を着てもらいます。あとは可愛い、ちょっと衣装っぽい、ゴリゴリに衣装ですみたいな感じの服を横に並べます。あとは靴ですね。靴もいろんな種類がいっぱいあるイメージで箱を並べていきます。で、アクセサリースタンドも同様ですね。2種類横に並べます。で、このデスク側の壁にブーケとその方がここにいる小田寺のポスターを貼っていきます。あと衣装部屋の方にも壁に符号をかけていきます。で、そういえばと思って、マイデザインで、とあるグループのアイドルの服をよくデザインやってたので、それをちょっと壁にかけていこうかなと思って、マイデザインを開いてます。で、これもそっちに寄せて、あと2種類ぐらい、まあ、ちょっと肌色が見え出るの前提のデザインとかが多いので、それがない服をちょっともう1枚ぐらいかけたいかな。これも腕あるな。まあ、クオリティ的には、これがいいかな。じゃあ、ファッションも揃えて、こんな感じ。で、デスクの方に、ちょっと下にもまだ飾ってない小田寺の写真を、2枚ほど。まあ、これは、新しく引き抜こうと思ってる子なのか、はたまたオーディション中なのか、まあ、そういうようなイメージの写真ですね。
空気もうかうかしてられねえぞ。で、入り口の方の壁も寂しがったので、まあ、ここのアイドルが出したんだべな、みたいな。レコード?レコードにはなるのかな?まあ、ジャケットを4枚ぐらい選抜して貼り付けます。まあ、ちょっと長の書かれてること、いる子のあれが全然合ってないんですけど、そこはちょっと目をつむってもらって。で、ちょっと1階に戻って、この会議室のところをちょっと会議してる風のデスクにしようかなと思って、写真をね、もう、うちの子のアピールとしてね、こう、営業が押してます。この子どうすかみたいな感じで、お客様の方に写真見せてるみたいなイメージで、ブーケを置いて、あともう一人、淡々ですね。淡々の写真を置いて、で、お客様の方が気に入るのは、タンタンの方と。で、事務所的にもちょっとタンタンをしていきたいなっていうのを見せるために、この会議室の中の方に貼ってるポスターは、タンタンにしようと。まあもちろんね、もうアブウケが一番売れてるから、まあもちろん売るんだけど、まあ今は事務所のおされは、淡々ということで。じゃあ、どんだべ、こんな感じで、いかがでしょうか。はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。